本日のストップ高め柄はこちらになりまます。す。一つつずつ解説していきますプラセーロは AI と IT を軸に各種テクノロジーを統合的に活用したソリューション提供事業をしている会社です急騰した理由は AI 関連株が高くなっているからのようですピアズは店舗デラックス事業働き方革新事業セールスプロモーション事業をしている会社です急騰した理由は 自社開発の AI 疑似接客システムに ChatGPT を搭載した新機能の実証実験を開始したと発表したからです。アースインフィニティは小規模店舗や企業向けに電気やガスの小売事業をしている会社です。急騰した理由は分かりませんでした。最近のニュースでは株式分割を発表したことや時価総額目標を達成したことが 話題になっていました毎日ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしいまた見たいなどあればぜひチャンネル登録高評価コメントをお願いします。